こんにちは、浜田剛です。浜田さん、カヌー対ゴロフキンのセミファイナルで行われました WBC スーパーフライ級タイトルマッチ、ジェシー・ロドリゲス対イスラエル・ゴンザレス戦の感想をお聞かせください。まあ、ロドリゲスの3対0の判定勝ちではありましたけど、内容は決していい出来じゃなかったですね。これから期待されている、どんどん走り続けるであろうというふうに期待されている選手ですから、今日はですね、やっぱり今年の2月に決定戦でタイトル取って、初防衛戦、シーサケットという、まあ、タイのパンチのある選手に勝ったと。それでおそらく、全勝でもあるし、自信もついたと思いますね。まあ、もちろん自信持つのはいいことなんですけど、自分のボクシングというよりもノックアウトも最初からやるんだと、そして相手のパンチを少々食ってもどうってことはないんだというふうに、スタート見ると感じられたですね。まあ、対戦相手のゴンサレスはですね、どしっとガードを高く上げて、思った以上にパンチが伸びてきた選手ですよね。それをロドリゲスが体を振りながら潜っていこうとするんですけど、ブロッキングもしているけど、その中で何発かはやっぱりガードの隙間から打たれていると、そしていいボディーブローも食っているというところで、それでいてまた中にということなんですけど、まあ、ロドリゲスのボクシングというのは、フットワークのいい選手なんですね。フットワークとリズム、そのリズムから流れて右に動くのか左に動くのか相手が読めない状況の中で、さっと手が出てくると、相手からするとこのリズムについていけない、スピードについていけない、それでスピード負けして自分のボクシング自体ができないまま打たれてしまうという、そういった流れを作るのがこのロドリゲスのリズム感なんですね。これがやっぱりですね、今日のボクシングは潜ってそれで打っていこうと、ノックアウトしていこうというところだったんですけど、まあ、やっぱり自分の本来のボクシングを掴みきれてないところがあるように今日は見えたんですね。打たれると、全部打たれるわけじゃないんですけど、うまくブロックもしているけど相手のパンチが伸びてくるんで何発から打たれると、そうすると余計にまた入っていこうと。普通はですね、そういう状態であればすぐあの選手であれば動けばですね、リズムというのは出るわけなんですね。ただそこが打ち合っても負けない、相手のパンチはどうってことないというのを思ったのか、自信は持ったいいことなんだけど、自信過剰というのはいいこと ではないしですね、あくまでも今は自分のボクシングを作り上げる段階ですから、フットワークを生かしながらリズムをつかんで、そして、相手が打ってきたところを外して打つ、相手が打とうとしたところをカウンターを打つと、それがロドリゲスのボクシングなんで、そういうところに徹すると、まだ、22歳ですから、全部が打ち合ってノックアウトしようじゃなくて、あくまでも自分のボクシングを生かしながら、1ラウンド KO も10ラウンド KO も同じノックアウトですから、そういうふうな自分のスタイルを完成させることだというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。